はい、どうも、ビーレジェンドカビタンです。今日はですね、肩トレやっていきたいなと思います。ちょっと最近ね、トレーニングできてなくて、肩が結構ね、つるんとなってきてしまったので、肩トレしていきたいと思います。ちょっとね、ビフォーアフターでどれぐらいパンプするかっていうのを比べてみたいなと思うので、それも見てみてください。コールはこんな感じです。ちょっと今ね、腕トレしたので、若干前は張ってるかもしれないんですけど、コールはこんな感じです。で、フロントラットスプレッド風にやると、こんな感じで、ちょっと、ちょびっともっこりしますけど、はい、こんな感じです。では、やってみたいと思います。サイドレッグからやろうかな。よし。サイドレッグとアップも兼ねて、軽めのサイドレッグからいきましょう。セットでやってます。最近トレーニングできてないので、もう軽い重量で強烈に入ります。
っちゃうんだよね、僧帽筋。フォーアフターがうまく出せるといいけど。